皆様こんばんは。音のレストランのメロディーシェフ、ただの直美です。本日はお月様瞑想ライブにお越しくださいまして誠にありがとうございます。前回の満月から皆様いかがお過ごしだったでしょうか。私はちょうどこのお腹周りにブツブツができてしまってたんですが、それも綺麗に治って元気にしておりました。今日はこちらスズランなんですけども、お庭に咲いてたので行けてみました。はい。ミモザはもうドライフラワーにして、リースにして楽しんでたんですけども、もう一個ぐらい作れるかなという感じで、お部屋に結構こうボロボロ落ちてしまうので、それをこうお掃除するのに時間を費やしてました。今日はちょっとおとぎ話風にお話ししようかなと思っておりました。お手紙が届いているのでちょっと読みたいと思います。誰からかと言いますと、おとぎ座の音のレストランのメロディーシェフからでした。いきますね。地球のメロディーシェフへ、お元気ですか。今日は新月ですね。お願い事が宇宙に届きやすくなるよ。だってお月様はかくれんぼしているからね。ずっとかくれんぼしてくれてたらいいんだけどね。たまには夜も明るくないといけないね。今日はみんなのお願い事を天秤座から譲り受けたお鍋でお料理してみてね。お牛座さんに向かっておいしい匂いを漂わせて、私たちを豊かにしてください。この地球が永遠でありますように、とハートのチャクラをオープンにしましょう。そして反対側のサソリ座さんにもお届けして、無邪気な心を思い出すエッセンスをもらってね。おうし座のクッキーをおしまいに、皆さんとご賞味ください。だって、おうし座さんのクッキーってなんだろうね。ちょっとお楽しみです。最後まで、ゆっくりご覧いただければなと思っております。はい、ではリラックスして舌を上顎につけて、唾液をたくさん飲み込んでお過ごしください。ではよろしくお願いします。